ファルコン20脱走ファルコン20はフランスの脱走者が生産、販売していたビジネスジェット機。脱走ファルコンシリーズのうち最初期に開発されたものである。後期生産型はファルコン200と呼称された。脱走にとって初めてのビジネスジェット機として1950年代から開発が開始された。初飛行は1963年5月4日。 同社が開発したミステール4戦闘機の空力データを一部流用して開発されたためフランス国内での名称はミステール20であるがアメリカ向けにファンジェットファルコンの名称を使用したことから輸出用の名称としてはファルコンが用いられ以後のシリーズでも踏襲されるようになった主翼は低翼配置の後退翼であるエンジンは双発であり胴体後部側面に 装備されている。水平尾翼は垂直尾翼の中ほどに付けられている。キャビンの高さは1.7メートル。初飛行後、間もなくパンアメリカン航空から50機以上受注し、これがビジネス的な成功の主要因となった。また、軍用機としても自民輸送や特殊任務用などに広く採用された。百七十七年にはアメリカ沿岸警備隊の捜索救難機にも、 選定され、風 -25 ガーディアンとして41機が引き渡された。1988年まで生産され、総生産数は508機。ファルコンカーンゴジェット、ありがとうございます。